はい、こんにちは、フォーティンワークス。今日はですね、来年の秋に向けて、作っているドライバーの、ちょっと最初のサンプルが上がってきたので、これを打って、試打しているところをお届けしたいと思います。次期ドライバーのコンセプトなんですけども、ドライバーって、少しでも遠くに飛ばしたいっていうのが一番の要望で、それに対して何をするかなんですけども、2つ飛距離を伸ばす方法があって、力学的な要素で反発係数を高く上げて、誰もが飛距離を10ヤード伸ばせるとか15ヤード伸ばせるとか、そういう話と、あともう一つは自分に合ったクラブ、自分のスイングに合った打ち出し角、スピン量、球筋、この辺を合わせることで飛距離を伸ばすっていう2つの方法があるんですけども、まず最初の1番目 の、 その力学的に新しい要素で飛ばすというのは、結構今 R&A とかのルール規制があって、反発のもう上限値が決まっちゃっていたり、もう結構ルールギリギリまでどこも各社行っちゃってるので、そこは正直ルールの縛りがある以上ちょっと行きようがないのかなというふうに考えていて、で14では一人一人のスイングに合ったものを提供することによって、もっと飛距離を伸ばせるよというところを行きたいと思って今、進めております。で最初に上がってきたのがこの、2つヘッドで、基本的にはスイングタイプってインサイドアウトとかアウトサイドインとかアッパーとかダウンブローとか、いろいろ複合で合わせて、種類があるんですけども、その中でだいたいインサイドアウトでスピン量多い少ないとか、アウトサイドインでスピン量多い少ないとか、その辺のだいたい4つぐらい大まかに分かれていると思っているので、その辺の、スイングに合った、ヘッド、それをそれぞれ、作って、でその中でいろいろなその調整機能、ネジがいろいろ重心を動かせて細かく設定できるとか、ロフト設定とかをこうカチャカチャで動かして、細かいロフト設定ができるとか、そういうふうな感じで、一人一人に合ったベストな一本を作るっていうのを進めていく、計画であります。今日はですね、いろいろなスイングタイプに合わせるためには豊富なヘッドが必要なので、それをいろいろ開発に、サンプルヘッド、試作品を作ってもらってるんですけども、今回はその最初の2つが上がってきたので、それを打ちたいと思います。ちなみにこの一番初めに打つタイプは、これはちょっと捕まえられるような性能、そんな性能になるようなヘッドに作った最初のサンプルです。なのでちょっとこう少しオフセットが入ってる感じ、後ろのここのところのへこみもだこうずーっと後ろに結構ちょっと落ちてるっていうか、どちらかというとパッと見ると単純にこれ優しいドライバーだなっていう感じのヘッド形状になってます。でスペックは、オリジナルシャフトの FT50D にこれは46インチでつけてます、はい。左行った、ヘッドスピード 43.8、 キャリー210、トータル257、スピンが1710、やっぱりちょっと捕まりやすいっていうか左行ってますね。クラブスピード 43.9、 トータル263、スピン量2420、最高到達点 27.4 で、球筋は左と、この数値でいくとほぼほぼ狙い通りの性能ですね。なんかちょっと左にやっぱ捕まって自然とこうかぶって帰ってくるような感じ、そんなヘッドの挙動になります。ヘッドスピードが遅い人が打つと、球が上がらなくなる危険性もあるのかなと思うんですけど、ロフトが、リアルロフトが出るみたいな感じじゃないですか、その辺はロフトとかウェイトとかで調整してくるのかな。そうなんです。実はですね、そのいろんなスイングタイプにあったヘッドはロフト1種類しか作ってないんですよ。全部
作んない方向で今行ってて、それはもう普通に 10度とか 10.5 とか、まあ、それぐらいが基準のやつをいろいろいっぱい作ろうと思ってるんですけど、でその中でロフトのこう変更っていうのはスリーブでやろうと思ってるんですよ。だ今までは、スリーブで1度の傾きだから1度ずつしかこう、まあ、全部が1度ずつこうロフト増やすとか減らすとかいう風になってたのを、今度は1度とか 1.5 とか2度とかそういうふうに細かくそこを分かれて、そこでロフト調整をしようと思ってるんですよ。まあ、性能プラス自分のあったロフトとか、まあ、そういうのをこう見つけてもらおうっていうコンセプト、はい。まあ、これは今基準なんで、10度ぐらいになってるんですけど、だからやっぱあのそんなにすごい球が上がるっていうわけでもないし、まあ、僕が使ってちょうどいいぐらいの感じ。だこれを2度スリーブとかになると全然やっぱり違ってくると、はい、12度ぐらいとかまでになるんで、あとはもうネジで、まあいろんなこうネジいっぱいつけてこの重心とかをこう変えたりもできるようにしようとしてるんで、まあ、その辺がうまく細かく全部一つのヘッドですごく重心細かく変えられるっていう。これサンプル2作目、これはですね、どっちかっていうと、まあ、形状からすると球が、まあ、捕まんないというか左に行きにくい感じの性能のヘッドですね。まあ、形状自体は1番目に言ったサンプルと、まあ、そんなに変わりはないんですけども、ちょっとここのオフセットの部分がこっちのヘッドの方が少し出っ歯になってる。さっきの最初に打ったモデルはちょっとここがオフセットがついてて、ちょっとグースっぽくなってるんですよね。それが捕まりを良くする原因なんですけど、こっちの方が逆にちょっとこう出てる感じ、まあ、これがちょっと左に行きにくい性能を出してる、まあ、一つ の形ですね。ちなみにシャフトはさっきと同じ FT50D の46インチ。まっすぐヘッドスピード 45、 あったな。トータル 272、 スピン量 2400、 最高到達点 31.9、 文句ないですね。てかもうこれほぼほぼこれいいね、出来上がってるね。なんかつかまった。これなんかちょっと音がでかいかな、さっきより。ちょっと音がでかいのと、なんかすごいさっきよりも反発が強い気がする、こっちの方が。ちょっともう一球いきます。ヘッドスピード45、トータル267、スピード1770、最高到達点 19.5。まあ、ちょっと下目に当たったんですけど、どっちかっていうとちょっと捕まんない&スピン量少ない傾向になる感じのクラブになってるかな。なんかまあパッと合う合わないで言うと、やっぱヘッドスピードの速い、ちょっと振ると左行っちゃう方が、左が嫌な方、まあ、そんな人が多分これを使ってもらえるとすごいいい球になって飛んでくかなと想像できます。ちょっと僕の場合スピン量1770で、ちょっと僕のヘッドスピードでは少ないんで、あとこれがヘッドスピード3ぐらい上がる人にはちょうどいいんじゃないかなっていう感じのヘッドですね。まあでもおおむねよくできてる感じではあると思います。まあ、あとはちょっと音とか感触とかこの辺をやっぱりもうちょっと開発に行って、改善していただくということになっていきますかね。はい、はい、シダ終わりまして、まあ最初に初めて打ったんですけども、おおむね、自分が想像しているような性能に上がってきているんで、まあ、今後これからも依頼しているヘッドが、まあ、どんどん上がってきて、でそれをどんどん試していって、いろんな方に打っていただいて、でフィールドテストして、で改善しながら、まあ次の完成に向けて進めたいと思います。今回のサンプルの最初のシダは12月に行われる14フェスタですね、
こちらの方にちょっと持ってって、まあ、来ていただいた方にはちょっと打っていってデータ取りのお手伝いをしていただこうなと思っておりますので、ぜひフェスタの方に参加していただいて、新しいドライバー試してみてくださいということで、今回の 14WORKS 来期のドライバー試打編、終わります。ごきげんよう。さようなら。